はい、どうも大見秀です。さあ、本日はですね、ビデオ撮影の方に来ております、本日の私のこれが仕事場です。はい、もう本当に簡易なんですけども、本日は3カメ制で舞台の方を収録いたします。これ大和君にもらったやつ、こんなところで役立てます。でこちらでね、3カメラ分の画像を見ながら、ここで生でスイッチングをして編集していきます。でこれがね、一応3カメにしてありますけど、正大きのカメラ、そして、向こう側にもう1台、そして花道側にもう1台、全部3カメで本日は収録していきたいと思います。すいません、ちょっとバタバタして、お昼の分はもう終わったんですよ。お昼の分が終わって、もう今夜の分の幕が開く、開演 2,3 分前なんですけど、まあバタバタした。あのね、お昼の撮影中にカメラが1台天国に行きました。なのであと4曲ぐらい残して、ちょっと人に頼んで、お願いって言って大明神に頼んで、で僕さっき電気屋さんまで走って、どうにか舞台を撮れるレベルのカメラを探して帰ってきて、今セッティングして、今この場所に、座ったようなわけでございます。夜も頑張ります。行きましょう。よし、行こう。開演です。ちょっと私たちの方がまあお休みということになりまして、まあちょっといろいろとまあ考えることもできたようなわけでございますけれども、まあ、こんな感じで、その、ね、間こうあちこち、はい、お疲れ様です。帰ってきました。今の時間が10時、回ったところでしたね。はい、ところでしたね、ところです。疲れております。今日はね、というわけで、1日撮影をしてきたんですけれども、また DVD の作品として、まあうちの劇団のじゃないんですけど、出ますんで、よかったら買ってあげてください。よろしくお願いします。まあちょっと今日はね、カメラが1台あの世に行ってしまったんですけれども、まあこれもなんか言うじゃないですか、何か大切なものとか機械物が壊れた時には幸運が舞い込むっていうらしいよ。だから何かいいことがあるのかななんて思います。というわけでございまして、今日も最後までありがとうございました。久しぶりの Vlog 2日目。じゃあまた明日。では。